SCP-1103-1-3、ご機嫌フェイス登録商標。アイテム番号 SCP-1103。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル予定された実験以外は、生体封鎖ユニット23にある標準大容量冷蔵庫にて5度C以下の温度で格納してください。在庫が限られているため、実験計画には最低2人以上の2103クリアランス職員の承認が必要です。説明 SCP-1103 は、市販のパッケージがされた人体部位の Z です。それぞれ SCP-1103-1 から SCP-1103-11 とラベルしてあります。梱包されたすべてのオブジェクトは、ワンダーテインメント博士の子供先生用移植手術キットのラベルと 3.99 ドルから 25.99 ドルの範囲の値札が貼られ、プラスチックトレイに真空パックされています。パックのいくつかには、前面にわたるように、コーンベルトと書かれ、書かれた王子の頭を持ったマークのステッカーが貼られています。パッケージの追加コンテンツには違いがありますが、各パッケージには厚化、取扱説明書、ホイ1103-1を参照、使い捨てのゴム手袋。および、ワンダールVリドクター、ドクターワンダーテインメントチューブ登録商標、とブランドレーベルされたチューブが SCP-1103-2 に含まれています。チューブは切り出し口が端にあり、およそ 5cm の粘性を持つ気力色の液体が半透明のチューブに含まれています。この液体は結晶に似た構成です。分析では、異常な耐久性、サンプルは室温の空気にさらされても3時間生き残っています、があることが示されています。真空パックまたは生理溶液に浸し、5度C 以下で冷却するとき、サンプルは実質的に無期限に保存することができます。サンプルの DNA 分析では、その均一な外見にもかかわらず、様々な人種や性別の異なる人間から由来していることを示しています。それらで唯一の共通した特徴は、O 型の血液型と Rh-因子だけです。SCP-1103-2 を人間または動物組織に塗り付けると、穏やかな蛍光発光を伴って、表面から 1mm 厚の層で細胞間結合が一時的に緩みます。約5分経過すると、表面は以前の構成を取り戻します。皮膚と膚の場合は、最も外側の表皮層を再構成しません。この間に別の組織サンプルを弛緩した細胞層に接触させた場合、表面が融合し、6、14時間かけて両者間で機能する血管網を展開します。神経接続は当初発達することはないと考えられていました。しかしその後の実験は平均3週間かけて神経接続が起こることを示しています。無関係な起源にもかかわらず、唯一テスト中に記録された拒絶反応は1ケースだけでした。少なくとも1103までのクリアランスを持つ、すべての担当者の要望に応じて実験ログは利用できます。実験1103-2、回収されたログ SCP-1103 が財団の注目を集めたのは、2000年10月、日、イリノイ州の、国立病院21歳の J.W. が、彼の顔に明らかに手が融合して入院した事件からでした。対象者にインタビューすると、彼は地元のジョークショップ、で、ジョーク手術キット、SCP-1103-1-1 に分類、を購入し、手に追加の指を移植しようと企てていたことを漏らしました。対象者の自宅を操作した結果、のレシートと SCP-1103 の入手につながり、インタビューデータが裏付けられました。店の調査は、SCP-1103 の追加、点の応酬をもたらしましたが、点側は SCP-1103 の異常な効果についての知識がないことが証明されています。すべての関係者に記憶喪失処理を行い、J.W. の外観を損なうガス漏れ爆発事故として、リンクする証拠を作り上げました。ホイ1103-1。SCP-1103-1-1 の取扱説明書。こんにちは。君が購入した移植用面白フィンガー登録商標は、ワンダーテインメント博士の子供先生用移植手術キットの一部だよ。君だけの方法で、子供先生になっちゃおう。
君が子供先生になるには何が必要かな？ステップ1指が必要なお友達を見つけてね。ステップ2ためらわずに移植用面白フィンガー登録商標のパッケージを開けよう。ステップ3本当の先生みたいに、ワンダーテインメント博士のガム手袋登録商標を装着、しっかりと装着されているか確認してね。ステップ4ワンダールブエリ、DR。ドクター、ドクターワンダーテインメントチューブ登録商標のキャップを開けよう。心配しないで、君が冷静な限りそれはなくならないからね。ステップ5新しい指が欲しい場所にワンダールブ登録商標を少し塗りつけよう。ステップ6緑の光が見えるまでは、信号のように待ってよう。ステップ7面白フィンガー登録商標を取って、叱るべき場所につけよう。君がそれを正しい場所につけているか確認しよう。そうしないとみんなに笑われちゃうよ。ステップ8約5秒間その場所で支え続けよう。やったね。手術は成功です子供先生。君が子供先生になりたくない場合は、ワンダーテインメント博士の子供先生用移植手術キット登録商標は低温で保管してね。素手でワンダールブ登録商標に触れないこと、ガム手袋登録商標は注意して脱ぐこと。本物の外科医のように正確に、面白フィンガー登録商標は一度くっつけちゃうと、簡単に外れないよ。君が子供先生を楽しんでいるなら、ワンダーテイメント博士の子供先生用人間作成セットの購入も検討してね。警告ナッツが含まれている可能性があります。